が、まあ、普通でサイドパニアケースつけてるやつ大体何も入ってない。 BMW の試乗会に行くことになりまして、白黒の2000乗ってる、ライダーさんにですね急遽お誘いをいただき、中本食ってから行くことになりましてですね、中本食ってから試乗するの大丈夫なのかって感じなんですけど、まあとりあえず楽しみたいと思います。 K1600BGTXR、 なんだこれ、ナイトライダーミーティングっていうんですかね。とにかくすんげー量の BM と、てかまあ BM 中心なんですけどバイクが来てまして、試乗させていただけるんでおります。ライトがいいですね。どうやってついてるの？これは 90、 これはセダンですか。てか最初からこんなん入るんですね、ブレンボとか。なんで会社多いですよね。なんじゃこれ、これすごいですねシートが削り出しっていう。あ、そうなんですか。画質が大きい。すごっ、はい、迷彩のな、こっちでしょ、こっちでしょ。僕たちの霞んでるんで、なんじゃこれ。いや楽、全然楽ですけど、足つきだけはこっちは楽ですね。 GS1200 か、こっちの方がなんかでかさというか圧迫感というか、あれがでかいな。310R ですか。また買っていいですかね。すげえ小ぶり。あ、これは楽や。これは超楽だ。後方排気のシングル多分300台ぐらい来てんじゃないですか。川崎の比率が少ねえな。すげえ。あ、いいっす。あ、いいっす、いいっす。やっぱ止まるんですね、ちゃんと。ごめんなさい、ありがとうございます。クラッチ握らなくていいらしいですよ、これ。あ、アクセル開けんねや、マジで。すげえ。いやー、普通のあれっすね。マニュアル車乗ってるよりも全然感覚違いますね。アクセル開けっぱなしでシフト上げると入ってくれて、でクラッチ握るとクラッチ握ったらダメっていうセンサーがちゃんと感知して、でシフトが入らないようになってますね。すごいですよこのレスポンス。5000回転まではめっちゃ綺麗に吹き上がりますね。足つきしんどいです自分は足が短いのもありますけど、今モードがあの、ダイナミック、ロード、レイン。走行中にレインモード見れると、あ、でも落ちますね、やっぱり。レスポンスがワンクッション落ちるのかわからないですけど、これがロードです。すげえ、こんなに差があんのよ。いや、すげえ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 。ロード、メインからロードに変えた瞬間に一気に回転数の上がり方というか、アクセルひねった時のレスが全然違いますね。なるほど、ダイナミック、あ、なるほどって貼ってるのかな。ダイナミックに入れると4000回転から5000回転の間がもう、なんか元々レインだったら結構うるさめのウォーンってなるんですけど、滑らかっていうか楽、とにかくポジションがクソ楽。ギアチェンジがアクセルひねったままもう一発開けるような感じなんで、感じとかもそのままか。アクセル開けっぱなしでシフトを上げるので無駄な動作がないからスムーズですね。こっちの方がもうそのまま加速していくような感じですね。4速ででも3000回転でも全然、あ、でも
差はないな。エンブレもしっかり効くけど滑らかっすね。スリッパークラッチでも入ってんのかな。何やろこの変な、ニュートラルだと3000回転までは吹き上がるんですけど、そこからが止まりますね。ボンボンって言うと、ここからここで回転がレブが何やろな、勝手に制御関わるようになってんのかな。電子制御がこれで、濃いというか光の塊やな。こうで乗りやすかったですいやでもすごいですよ、本当にすごいですよ。シフターアシストっていうんですか、クラッチ切らんでも上がるんですよ。パワーモードがレイン、ロード、ダイナミック、あ、ダイナミックですね。ダイナミックやばいですよ。あのこれのレスポンス、ダイナミックでした。ダイナミックでした。乗りやすかった。違うダイナミックはですね、そうですよ。アドベンチャーでこれやったら多分、ね、S1000W だとやばいですよ多分。いや多分そうだと思うんですよ。レスポンスもそうですけど、下はやっぱしんどいんやなと思いました。車重が重いのかわかんないですけど、最初のトルクは当然忍者戦とかの方が圧倒的に強いんですけど、乗りやすさは確かに段違いですね。4発じゃないですかこれ。なるほど、速そう。でもじゃあ忍者戦と同じなんだ、 1000cc4 機。そうっすね。ただもうなんか本当制御されてるなって感じです。まああれがそもそも何も入ってないやつですけど、これはねすごいっすわ。絶賛しみじゃないですか、ちょっと冷静に。冷静に、まあ、買わないですけどねあ、まあ、確かにこれ一台あれば何でも叶うんじゃないですか。なんか長距離楽じゃないですか。超楽っす。ノーマルでグリップヒーター入ってるのか分かんないですけど、この寒さで走って全然大丈夫ですよ。素手で素手ですかって YouTube で言われてたよ。当たり前じゃないですかっつってアホかっていう話です。バイクをそんなグローブ越しに感じるなんて俺にはできないですよ。いやよくわかんないですけど。そうですね、 R1200 ですよね。こっちの方がもう一つ、これ2気筒じゃないですか。あ、ツインですか。あ、ほんまや、ツインや。どっちがいいんやろな。行くぞっていう感覚でも全然ないですけどね。もうなんかスムーズにふいーって走っていくよね。そうっすね、忍者戦はクソ。いやちょっとやめてもらえます。トルクで言うとでもツインの方があるんですよね。その最初の立ち上がる引っ張り具合で言ったら。あ、折りたたみライダー。いやでも新鮮ですね、乗れたのは。網走のことはその後会えずですね。網走帰りました。あ、網走いた。そうっすね、ちょっと皆さんで行きましょうよ、あの谷中食堂へ。いやー面白かったな。そりゃそうやな、トルクで言ったら圧倒的に忍者戦の方があるわ。合わせる感じあるか。すいませんこれ後ろ姿って YouTube アップしてもいいですか。全部顔もない消すんで。すいません。あれ